A 剤の治療薬に続く実用化で新たな選択肢となりそうです。アメリカの FDA 食品医薬品局は2日、製薬大手イーライリリーが開発したアルツハイマー病治療薬ドナネマブのドナネマブの製造販売を承認したと発表しました。ドナネマブはアルツハイマー病の原因とみられる有害なタンパク質を脳内から取り除く薬で、臨床試験では 症状の進行を22%抑える効果を示したということです1年間の費用は3万2000ドルおよそ520万円で日本でも承認を申請しています